はい、どうもこんばんは。今日なんですけど、まあ、バンド紹介だけ、しようと思ったんですけど、診察もします。やつの診察、彼を見てやれよってまあ誰のことって、こちらをご覧ください。はい、僕の大好きな、まあ、クソメガネの、ポストになります。で、まあここ最近まだ暑いですよね。まあ皆さんの、まあ、お住まいの地域でも、35度以上超えてますよね。まあ東京もまあ暑い日が続いてるんですよ。で、暑い日が続くと、まあクソメガネってさ、頭いかれちゃうんだよね。ですよね。でさ、クソメガネさ、お前に先に言いたいのは、何か悩み事、ね、相談したいこと、構ってほしいんだったら、DM してこいって。ね、相手してやるからさ。あ、お前じゃ話にならないって。いや、俺だけじゃないから。俺のね、Twitter のフォロワーさんや YouTube の視聴者さんって、心が広くて優しいから、クソメガネの、まあ、何かしらのアドバイスをくれると思うよ。はい、ということで、まあ、めんどくさいんですけど、まあ、上の方から、読んでいこうと思います。まあ、これちなみに1日前のポストです。そう、1日前のポストなんですけど、まあ、以前に、まあ、紹介しましたよね。数分おき、数十分おきにダーですよ。また、息止めてた。怖いから。これ何ほんと。応援してくれる人、いるし、もう少し、頑張ってみる。クソメガネさ、これ勘違い。あなたを、まあ、応援してくれる人は、この世に、一人もいません。わかるお前。兄がヨシキだから。ね、兄がカリスマミュージシャンだから。まあ、自称なのか何なのか知らないけど。そう。だから、ね、あなたをフォローしてんの。兄がヨシキだから。そう、それだけのこと。もう、諦めたくなってきた。諦めるも何も、お前何もやってないでしょ。せっかく、ここまで来れたのに。ね、3000万騙し取っただけでしょ、こいつ。で、あとめんどくさいんで、次行こうと思います。はい、12時間前ですね。寂しくて、食べ過ぎちゃいました。他人がね、とにかく、残念でしかない。俺は、許さないけど、誰を許さないの？DM 届くんですわ。クソメガネが、まあ、イカれちゃってるからさ、バンダナともしかしたら揉めてるんじゃないですかみたいな。動画で取り上げてくださいみたいな。これさ、バンダナと揉めてんの？出資も、してもらってるのにって。お前のライブ配信の何本目か覚えてないよ。ね、4本目か5本目でさ、バンダナの事務所に、まあ、当時なのか、ね、どうなのか知らないけどさ、出資してましたよ、みたいなことを言ってたよね、お前。これバンダナのことなのかな？まあ、どうでもいいけど。はい、次行こうと思います。先輩、残念ですよ。先輩といえば、ケンバー。事実は、変えられないからな。ちょっとずつ。線香、一つもすげえ、もったいないな、見てる景色がね。もう意味がわかんないし。で、まだ続きます。今日は、なんか体が、頑張らないと、貧血、めまい、寝るしかない、やばい、手首に傷が、怖いじゃん本当にね。でさ、まだありますよ。そう、まだあるんですけど、まあ、紹介するのはめんどくさいんで、クソメガネさ、ここに答え書いてくれてるから、答えというか、まあ、正解ですよね。もうこういうツイート、やめて、もらえませんかって、皆さん思ってるよね。本当にいい加減にしろよって思う。はい、ということで、僕の大好きな、愛しのクソメガネの、診察は以上になります。で、次なんですけど、バンド紹介ですか。まあ、バンド紹介の前にというか、バンド紹介はバンド紹介なんですけど、久しぶりに、ルナシーの、コピー版を、紹介してくださいみたいな。まあ、コメントどうもありがとうございます。まあ、ルナシーのコピー版も探してるんですよ。漁ってるんですよ。まあ、たまに見たりはしてるんですけど、まあ、今まで、まあ、何組か紹介してきたじゃないですか。超えてないです。そう、今までの、まあ、まあ、インパクトもありすぎてというかさ、まあ、強烈すぎたんで、超えてないんですよね。まあ、一応紹介します。ちょっと面白かったのは、ちょっと音量。音量がこれぐらい。これね、これ、ルナシーのコピー版でさ、ルナシーで、検索かけて、ツイッターで出てきたんですけど、これ面白いですよ。ちょっとうるさいですか？
これさ、ルナシーでさ、ラピュータだからね。あ、でも、ラピュータのコピー版って、僕初めて見ましたわ。アルカロイド。あ、感想ですか？楽しそうですね。あの、奈落の底とかないんですよ。チャイムズとかないんですよ。バージンクライとかないんですよ。そう、モノクロームとかさ、ミートアゲイン。そう、ミートアゲインでしょ。あとなんだっけ？揺れながら。イブとかもないんですよ。あ、ブレス。そう、ブレスとか。そう、ほとんどギターソロなんですけど、まあ、ツイッターに、まあ、上げてる方が、いらっしゃいました。で、次、ルナシーのコピー版ですね。まあ、ルナシーのコピー版はもう似たり寄ったりなんですけど、あ、これ、つい最近ですね。まあ、1ヶ月ぐらい前に、浦和ナルシスで、まあ、ライブを行ったということで、はい、これですね、ルナシーさん。だからさ、こんなんしかいないんだよ、ほんと。なんかイラついてくるわ、申し訳ないけど、ちょっと先。なにこれ、あ、ビリーブ。もういいですか？まだあるんじゃない？あ、プレシャスですね。もういいですか？もうなんかイラついてくるわ、ほんと。もしね、まあ、これメンバー5人なんですけど、これ、仲間思いだったらさ、ボーカルの方に、笑うからさ、もうやめてくれないかって、言ってあげることも、まあ、優しさの一つだと思うよ。まあ、俺は。で、最後なんですけど、これ一押しなんですよね。ちょっと聞いてください。これさ、まあ、アマチュアでも、まあ、インディーズバンドでもないんですよ。ただのコピー版なんですけど、声、良くないですか？ちょっと惜しくないですか、これ。え、うまいですよね、これ。今まで、まあ、紹介してきた、ルナシーのコピー版の中でもさ、ねえ、ベスト3ぐらい、ちょっと待ってください。まあ、これしかないんですよ、映像が。そう。これ声いいなーって僕は思いましたよ。本当に。まあ、皆さんどう思うかわかんないんですけど、はい。はい、ということで、まあ、せっかくなんで、このバンドの、バンド名ですね、ハウリングムーンでいいんですかね。こちらの方ですね。ハウリングムーンさんですか？ですよ。これバンド名で、まあ、コピー版しかやってないのかどうかわかんないんですけど、はい、メンバーが、こちらの方ですね。はい、この方がボーカルですね。これは何ですかね。エデンの河村隆一さんのコスプレですかね。で、あとは、これどうした？目がなんか悪いの？眼帯してるけど。はい、こんな感じになります。YouTube があるのか？まあ、一応 Twitter に、まあ、YouTube 貼ってありますね。そう。一応貼ってあります。まあ、気になる方は、この方ですね。このベースの方。検索をかけて、聞いてみてください。はい。ということで、最後は、僕の YouTube の、コメント欄に届いた、過去動画から、バンド紹介を行っていこうと思います。で、過去動画の、PV in 廃墟ですね。そう。これさ、3年前だぜ。見てくれたんですか？どうもありがとうございます。はい、3年前の動画で、PV に廃墟っていうタイトルの、動画があります。
で、まあここのコメント欄で、まあ何人かいただいたんで、バンド名を、紹介していこうと思います。はい、タイトルは、これですね。はい、タイトルになります。PV 院廃墟、まあ、僕も覚えてないんですけど雫ですね。そう、僕の苦手というか、嫌いな、雫っていう、4人組、まあ途中で5人になったんですけど、はい、雫っていうバンドになります。まあ一応名古屋系です。何でしたっけこれ、展開のなんとかってやつですよね。あ、これサビです。まあサビだけまだ聞けるんじゃないかなみたいな。あ、サビだけですけどあ、僕なんで苦手かって、どこにでもいそうな声じゃないですか。そう、だから苦手なんですよね、このバンド。はい、雫っていうバンドになります。で、次は九州ですね。レインホールですね。バサラさんですね。はい、バサラっていうバンドになります。いやー、これも夏と、これももう30年は経過しますよね。30年近くですよね。で、次は誰？あ、キーパーティーですね。キーパーティーから、ネイルさんですね。そう、ネイルっていう、まあ、キーパーティーに、まあ、所属してた、バンドで、このバンドだけですよ。まあ、キーパーティーから唯一メジャーデビューしたバンドなんですよ。ただ、1年ぐらいですよね。まあ、1年持ったか持たないかぐらいだったんですけど、まあ、唯一キーパーティーからメジャーデビューしてた、バンドです。そう、バンド名がネイルですね。そう、ネイルさん。次がマジスグレイルさんですね。ていうかさ、このバンドちょっとひどくない？これ曲ですよ。これもう歌詞をさ読んでるだけじゃん。これね、雑音だしさ。あ、音楽は1ですね。これひどくない？だってさ、こんなね、デモテープでもさ、もう1000本ぐらいさ販売してましたからね。これなんだっけこの曲。表紙曲とかさ、表紙楽園とかさ、パラサイトとかさ、なんかその辺でしょあ、打天使さんですね。そう、打天使さんのタイトルが、性行為だったと思いますよ。そう、これ性行為っていうタイトルだったと思います。これも30年近く前、94年、95年、96年ぐらいですよね。まあ、30年近く前の、バンドになると思います。まだあるかな？まだありそう。はい、飛ばします。バイザーって書きまして、ベージェさんですね。何これ、ベージェの第っていう曲だと思いますよ。ですよね。確かベージェの第っていう曲だったと思います。はい。ベージェは、1期と2期あったんですけど、2期で、うるせえな。ベージェは、まあ、1期と2期あったんですけど、まあ、2期で、一応メジャーデビューしたんですよ。まあ、一応。まあ、一瞬なんですけど、現在ですか？まあ、現在は何してるかわかんないです。もう解散して、まあ、とっくに引退してるんじゃないですか。まあ、詳しいことわかんないんですけど。で、ベーゼ2期のドラムって、カツラっていたんですよ。で、そのカツラっていう人は、シャズナ、ビジュアル系してんのじゃないですか。シャズナって。で、シャズナって、もともと4人だったんですよ。そう、もともと4人で、このベーゼの、ドラム、その2期のドラムの人が、シャズナのドラムだったんですよ。辞めた理由ですか？合わなかったんじゃないですか？ベーゼですね。
これで全部か？多分これで全部でしょ。あ、これで全部ですね。まあ、ちなみにベーゼは、僕は一気の方が好きですね。で、あと言いたいのは、このギターソロ好きです。あ、この部分。よくないこれ。そうでもない。どうでしょう、ギターやってる方。もういいですか。はい、ということで、最後のバンドは、バイザーって書きまして、ベーゼっていうバンドになります。で、ちなみに、このベーゼさんで、まあ僕が好きな曲、まあ、一期の頃なんですけど、まあ、You と、プロミスですね。まあ、先ほどの Die、ね、Die っていう曲もいいんですけど、You と、プロミスっていう曲が、まあ僕の中で、おすすめです。ダメですか？プロミスってさ、ルアージュもプロミスありましたよね。で、ラファエルも、まあ、プロミスっていうタイトルの曲あったと思うんですけど、僕、ベーゼのプロミスが、まあ、一番いいと思いますよ。あ、広瀬香美ですか。まあ、広瀬香美さんのプロミスもいいと思いますよ。はい、以上になります。気になる方は、まあ、すべて、まあ、YouTube に、まあ、曲が、あったと思います。まあ、割と、聴きやすい曲を集めたつもりです。あ、マディス・グレールは論外なんですけど。そう、マディス・グレール以外は、まあ、聞きやすい、まあ、曲になっていると思うんで、気になる方は、検索をかけて、聞いてみてください。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。